さあ、よろしくお願いします。はい、お願いします。これですか、あのちょっと強いって言ってたのは木曽義政。あ、そうで、木曽さんはちょっと強いので。あ、そっか、クスしか釣られなければ力で。あ、新規いってるか、かぶっちゃった、多分釣られちゃうと思うんで。あ、がっつり釣られましたね。本名も釣られたんで、じゃあ6からいきますか。了解です。はい、あそこ釣られてるんだよ。侍タイプがやっぱ基本的には弱いのが多いって聞きますよね、武将は。そうですね、侍、あとは鉄砲鍛冶じゃなければ鍛冶も弱いですね。あ、はいはいはい、鉄砲鍛冶だと鶴瓶とかいろいろありますもんね。あ、鶴瓶もありますし、はい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 、狙撃系のあったりするので、あ、つっても結局狙撃属性があると、はいはいはい、旗にいきなり直撃とか。ああ、なるほどね、あったりするので。だからサイカマゴイチとかあの辺なんかめちゃめちゃ強いです。まあ要は事故る確率が上がるってことですよね。そうです、はい、はいはいはい、あとはもう大名クラスになると釣れないっていう。ああ、まだ釣られてんな、カジヤに。あ、カイド。あれ、上行っちゃいます？それもう6行っちゃいます？そのまま。あ、6でいいですよ。あ、本当だ。多分また釣られると思うんで。がっつり釣られてましたね、今。一応、主言の技能で、はい、あの、釣られ耐性を上げられる技能はあるんですけど、はい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 、はい。ただ、ちょっと回復が間に合ってないので、あ、はい。いや、修験いいっすよね、これ。まあ、薬師武将なんて本当にこれがあるとないと。ありがたいですよね、だいぶ楽になりますもんね、はい、行ってそれだけで余裕ができますもんね。まあ、合唱しなくて済むんで、その分。ただ前の動画の時にも言ったんですけど、はいはいはい、五気放力と組み合わせられないので。あ、はい、本当最近やってて思うのが、やっぱ靴師はやっぱ修験が一番いいなっていう気しますけどね、個人的な。前は医術が良かったんですけどね。例えばマサイモンさんは生産とかされます？自分で。めったにしないですね。めったにしないですか。はい、基本やっぱじゃあ売ってるものを買ってみたいな。あ、それか知人から作ってもらったり、ね、安く、うん、作ってもらって安くしてって交渉するかですね。安くして、その方が
簡単なんでぶっちゃけたことを言っちゃうと、まあまあまあ、そうですね、時間かからないし、はい、で位置に売ってるよりかは安く買えるじゃないですか。そうですね、だからまあ面倒くさがっちゃってるんですけど、うん、でももうある程度までいっちゃうともうキリがないので、ただじゃあ数値が5増えました10増えましたって言ってもそこまで変わらないと思うんで、次1位いきますこれ。はい、次1位いきます。今のがあれですか、つられ体制みたいな。そうです、今のがつられ体制の、これで数分間はつられなくなるはずなので、はい、対人だとこれ使う人多いですよね。ああ、そう考えると結構いいっすよね、主源はやっぱりそういうのがあるってなると。いや本当にいい技能多いので、うん、開幕だとあの衰弱術っていう、はい、打ってますね、 50%、はい、軽減してくれるやつがあったりとか、はい、何が 50% 軽減なんですか。全てですね、ダメージどうですか。はい、すごい、結構いい技能なんですよ。で切り返せればまた使えるので、はいはいはい、家臣で一回も使わせたことないな。あの家臣だと、はい、ここまでの技能しか使えませんよっていう制限があるので、まだ、はい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 、特化12までですよとか、はい、13は使えませんよとか、そういう風になるので、うん、なるほど。本当薬種武将は強いので、あの1000機のなんとかっていうのは後陣からやるんでしたっけこれ。そうですね、あんまり中陣とかじゃ見ないですね、まあ、やることはやるんですけど。あ、そうなんですね。あんまり来ないですね。大名でクスシタイプの大名っているんですか。いないんじゃないんですかね。宋とかはあの上杉謙信とか、あ、そうですね、あとはまあ本官でもそうですよね、はい、はい、うん、いてもなかったと思うんですよね確か。あれ英傑と同じですか、職業はどうなんだろう。あの技能とかですかね。あ、ちょっと英傑の大名クラスの職業とこの普通に戦えるこの武将の大名の職業って、あ、特化が違う場合があります、ね、ああなるほど。結構明智光秀とかも昔は神職だったりとか。あ、そうですね、陰陽、あ、違うか、あの英傑だと密教でもありますもんね。密教でもありますし、はい、強えなあ陰陽師はやっぱり。
まあ、体勢が今結構減ってるので、うん、はいはい、結構いいダメージが今回のでだって結構強くなりましたもんね、陰陽師って。そうですね、だいぶ強くなりましたね、陰陽道に関しては本当にですよね。術人もな、同じぐらい強くなってくれたらよかったんですけどね。だから今陰陽道2とか陰陽道3とかにする人多いですもんね。あ、結構いますね、はい、は早いし。今釣られてますもんね、陰陽。あ、釣られちゃいましたね。釣られ解除いきますか。今までマサエモンさんは、はい、所属した国は上杉と徳川と今回の伊達のみですか。あと北条ですね、軍友時代に、はい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 、で一番最初の最初が武田です。あ、もう本当作った時はっていう、本当に17年前の、はいはいはい、一番最初、ね、はい、一番最初に所属したのは武田ですね。これ一番最初上杉でしたね、覇王で。他のサーバーとかだと全くわからないですもんね、うん、状況が。あの神父さんがいたのは知ってました。あ、同じサーバーに、あの軍友サーバーなので。ただあんまり斎藤さんとかかることがなかったんで。ああ、なるほど。でも今軍友の方でやられてる方ってあんまりお見かけしないんですよね。あ、結構少ないんですか。少ないですね。覇王はちょいちょいいますけどね。もともと軍友以外は結構人が多いサーバーだったんで。はい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 。いや、覇王も結構少なかったですよ。あ、そうですか。多分、軍友が一番少なかったと思うんですよね、確か。で、多分その次ぐらいですよ、覇王は。確か、烈風がなんか一番多かったんですよね。そうですね、烈風がやっぱり一番人気あって。なんか前どっかのサーバーがすごいなんかこう、はい、AI が多いサーバーがあったみたいで、乱王でしたっけ、うん、出会い、どっかがなんか本当にこう、あ、リアルで出会いが多いって、はい、まあオンラインゲームってやっぱありますよね、そういうの多少は。あの、まあ、仲良くなって、うん、はい、あったりとかね、オフ会もそうでしょうし、はい、オフ会とかも、はい、中にはね、ゲーム内で疑似恋愛される方とかもいたりしますからね。あ、まあ、その辺は聞いたことありますけどね、ゲーム内でこうゲーム内だけで付き合ってるみたいな。私の知人でミコさんがいらっしゃるんですけど、はい、その方男性なんですよ。あ、ミコやってるけども、ミコやってるけども男性の方なんですけど、はいはいはい、すごく喋り方とかも、はい、あまり男っぽくないというか。あ、もともとがってことですね。はい、だからやっぱりこう女と間違えられるみたいで。あ、なるほどね、はい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 、だからやたらなんかこう突っかかってくるっていうか、まあ、優しくしてくれたりとか、はい、ね、
いや俺は男なんだよっていつ言ってやろうかなみたいなことを友達も言ってて、はい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 、いやあまりにしつこい場合言おうかななんて言ってましたけど、あそれを中には楽しんでる、本当は女になりきって楽しんでる人もいれば、嫌な人は本当に嫌でしょうしね、そういう風に思われるのが、いや本当にストーカーみたいな人結構多いので、うん、あ終わりましたね、あ崩れ待ちですね、了解です、これいつからこの3体倒したらおしまいっていうのができたんですかね。結構前です、ちょっと詳しくは覚えてないんですけど、僕が休止する前はもう全部倒さないと、全部倒してましたからね、はい、ダメでしたから、13、4年前は強化してあまりにも強いからとかそういう理由なんですかね。ああなるほどね、ありがとうございました。あいいや